リスちゃん。リスちゃんを演じてくれた団長さんに何か買って帰ろう。あなた、それはどんな気持ちで言っているの？リスちゃんがたくさんでお得？なるほど。団長の周りには本当に興味深い子が集まるわね。いろいろあったけれど、あなたのこと気に入ったわ。私もヘカテイさんともっと仲良くなりたいです。いつも黒いワンちゃんを連れていますよね。前から可愛いなと思っていて。ああ、スークとクーバのことね。でもごめんなさい、撫でさせてあげるのは無理。あなたはちょっと刺激が強すぎるから。変なことはしませんよ。ただいま戻りました。おかえりなさい。ってすごい荷物だし。団長さんたちにお土産を。ティーちゃんのもありますよ。それとね、手持ちの硬貨、これからみんなでやれたらなって。硬貨か、確かに風情があっていいかも。夕飯の後にみんなで行くし。こんなにキラキラなんですね。本当に光の花みたい。なあ、虹の姉ちゃん、その、もういいのか？はい、リスちゃんと夏の思い出ができてとっても楽しかったです。はあ、いつものクピタンさんに戻ったんですね。いつもの？やだな、ルーちゃん、私はいつも私ですよ。お隣、いい？どうぞ。団長たちから事情は聞いてるし、なんていうか、その、この度は災難だったし。まったくだわ。この私を疲弊させるなんて。あなたはいつもあの子に付き合っているのよね。本当にお疲れ様。まあね。あ、でもたまにああなっちゃうけど、基本的には優しくていい子だし。いい子ね。心は成長かもしれないけど、あの子のことはあなたが気をつけてあげなさい。え？私は先に宿に戻るわ。おやすみ、ティコ。ヘカテ？今のって、どういう？ねえ、ティーちゃん！宿にプールがあるんだって！今から一緒に入りませんか？今から？もう夜も遅いし。ティーちゃん、日中はお仕事でしたよね。プカプカしたら疲れも取れますよ。なんだかんだで水着も持ってきてますもんね。なんで知ってるし？お友達のことですから。わかったし、浮き輪で浮かぶだけなら。夏の夜はまだ終わりませんよ。ふぅ、なんだか落ち着くな。海とはまた違う感じ。あの子のことはあなたが気をつけてあげなさい。楽しいな。楽しかったね、リスちゃん。